直子さん、関口メンディさん、鈴木信幸さん、町田啓太さん、山田裕貴さんの8名にお越しいただきました。皆さん本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、それではいよいよ全国の映画館にハイ&ローザムービー2エンドオブスカイが届いていきます。本日公開を迎えるにあたり皆様よりご挨拶をいただきたいと思います。ぜひですね、あのライブビューイングも今日つながっておりますので、ぜひライブビューイングをご覧の皆様にもご挨拶いただければと思います。それではまずはじめに三能連合会総長小倉役を演じました岩田貴則さん、お願いいたします。三能連合会、小倉役を演じさせていただきました岩田貴則です。ありがとうございます。映画ご覧になって楽しかった人、ありがとうございます。すみません、言わせますね。でもこうして、ハイアンドロー、2ということで、初日を迎えることができて本当に万感の思いです。自分たちが、魂を込めて、作った、作品ですので、こうして初日を迎えられて、皆さんのもとに、届く日が来ることを本当に待ち望んでましたし、皆さんのリアクションがとにかく今日どんな感じになるんだろうなってドキドキワクワクしながら来ました。今日は短い時間ですけども、楽しい時間にしていけたらと思ってます。ライブビューイングもよろしくお願いします。ありがとうございます。続いて三能連合会大和役を演じられました鈴木信之さん、お願いいたします。会場の皆さん、そしてライブビューイングをご覧の皆さん、大和役の鈴木信之です。いよいよ公開ということで本当に嬉しい気持ちですし、これから本当にハイアンドローってプロジェクトがどん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 また大きくなってもいくと思うので、ぜひまた2-3と楽しんでいただけたらと思います。今日は短い時間ですけどもよろしくお願いします。ありがとうございます。続いて三能連合会のぼり役を演じられました町田啓太さん、お願いいたします。はい、のぼり役を演じさせていただきました町田啓太です。本当に皆さん今日は、お越しくださりありがとうございます。もう本当に今日初日ということですごく嬉しいですし、これからどんどんたくさんの方に見ていただきたいなという作品なので、ぜひ今日は皆さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて本作から新登場ダウトリーダー林蘭丸役を演じられました中村葵さん、お願いいたします。おはようございます、中村葵です。朝早くから本当に劇場に足を運んで映画を見てくださってありがとうございます。そうですね、今日はまあ本当短い時間ですけども楽しんでください。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて同じく本作から新登場プリズンギャング界最強の男ジェシー役を演じられました直子さん、ご挨拶お願いします。なんかプリズンギャング界最強って言われるとこんななりで登場しちゃってすいませんっていう感じなんですけれども、ジェシー役やらせていただいた直子です。皆さん今日は集まっていただきありがとうございます。そしてライブビューイングにもお越しの皆さんありがとうございます。どれかな、あのカメラかな、中央奥の、あ、中央奥の、ありがとうございます。いよいよ、本日公開ということでですね、自分たちが、本当に力を合わせて、出来上がったこの一つの作品がですね、皆さんに届けることができて本当に嬉しく思います。何が一番楽しみかっていうのはですね、本当に皆さんがどう思ったか、この映画でどんな風に、こう感想を持ったのかっていうのがすごく、気になっていたので、今日こうして短い時間ではありますけれども皆さんの、そういった、ご感想だったり反応を見させていただけたらと思います。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。続いてこちらも本作から新登場プリズンギャング4役の関口メンディさん、お願いいたします。はい、4役の関口メンディです。ありがとうございます。本当になんかいつも朝のニュース番組とかで見てるこの景色に自分がいてすごい興奮してるんですけど、そうですね、僕も今回初めて出させていただいて、ハイアンドローはもちろんドラマ映画昔から見てて、すごくファンでもあったのでこうしてすごく光栄です。で、これからまたどんどんハイアンドローの熱が高まっていくと思うんですけど、自分も少しでもこう盛り上げられるように頑張りたいなと思うので、皆さんも一緒にハイアンドローのプロジェクトを楽しんで、今年も最高の夏にしましょう。お願いします。ありがとうございます。続いて親孝行番長村山役山田裕貴さん、お願いいたします。
親孝行番長の村山役の山田裕貴です。会場の皆さん、ライブビューイングをご覧の皆さん、こんにちは。本当に自分の村山のキャラクター同様、昨日ハイになっちゃって夜3時ぐらいまで寝れなくて、ずっと部屋の中でこうやってあーってなってたんですけど、今日この反応を、皆さんの反応を見れてすごく嬉しいですし、まず映画というものは本当に見てもらわないと始まらないので、こうやって劇場に足を運んでくれた皆様に本当に感謝の気持ちでいっぱいです。今日は短い時間ですが、楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは最後にホワイトラスカルリーダーホワイトラスカルズリーダーロッキー役、黒木啓司さん、お願いいたします。はい、ホワイトラスカルズリーダー役、リーダー役じゃないわ、リーダーロッキー役、はい、黒木啓司です。よろしくお願いします。はい、僕もですね、昨日ハイになりすぎちゃって寝ることができず、朝の番組を迎えることになりました。はい、本当にですね、この作品は本当、まあ、ガンちゃんを筆頭に、作ってきて、あ、まあ、コブラを筆頭に、まあ、作ってきて約3年の、月が経って、こうやってまた超大作を、ね、作ることができたんですけど、ね、これ全国に放送されて、俺もちょっと今緊張してるのがね、はい、流れてるんですけど、はい、そうですね、まあ、こう超大作になったということで、またワンを超えて超えることができましたかね。はい、よかったです。はい、まあ、もう皆さん見られたということで、はい、どういう反応かが、楽しみなんで、ツイッターに書いていただけると、はい、で宣伝していただけると、はい、嬉しいんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ皆さんからご挨拶いただいたところで、早速ここからは皆さんにクロストークのような形でお話を伺っていきたいと思います。そうですね。ここから平本さん、お願いします。はい、わかりました。じゃあまずは皆さんにですね、台本をもらって撮影までどのような役作りをして撮影に挑まれたのかなっていうお話を聞いていきたいなと思うんですけれども、岩田さん、どうですか。はい、そうですね、でももうかれこれ、ハイアンドローシリーズ始まっても3年ですか。はい、3年も同じ役を やることってなかなかないので、まあ、役作り的なところでいうと、もう役はもうできているんで、はい、今回は特にこの三の連合っていうところで、まあ、メンバー内で、まあ、ご覧になったのでネタバレ大丈夫だそうなんで、はい、まあ、仲間割れするじゃないですか、はい、なんかまあそういうのってこう3年間やってきて初めて、内部亀裂といいますか、そういうことが起きるので、その中でそのリーダーとして、どういう思いでこのチームに対して、まあ、なんていうんですかね、守ろうとする気持ちだったりとか、なんかそういう姿勢みたいなものは、前回以上に、はいはい、強く持っていかないとなと思ってましたね。はい、じゃあ今の内部亀裂ということで、逆に三の連合会の鈴木さん、どうでした。はい、そうですね、僕はもうコブラ総長にくっついて、はい、もうとにかくサンドレンゴ会として、こう俺たちはまっすぐ行くんだっていう熱い気持ちをね、はい、それをね、ケンジロさん演じるダンがね、はい、もう完全に裏切ってしまうんですよね。はい、あれなんですか、はい、前回は皆さんでご飯をよく行くって言ってたんですけど、はい、それこそ撮影中に岩田さんが誕生日でみんなでホテルでお祝いしたんですよ。はい、それで楽しかったですね。いやー、もう本当びっくりして、はい、いやなんかちょうど、はい、移動日が僕誕生日当日だったんですよ。で次の日に撮影で、でまあみんなホテル入ってること知らなくて、はい、でまあ撮影北九州だったんですけど、はい、うわー俺誕生日なのにこれ一人でホテル北九州めちゃくちゃ寂しい誕生日だなと思ってたら、はい、ケンジローさんがちょっと名前で何号室来てよみたいな、入って真っ暗で、はい、そしたらパッて電気ついたらみんないて、はい、サンド連合にお祝いしてもらって、はい、いやいいですね。最高だなと。 A 型は裏腹にもう大の仲良しですからね、サンド連合会。本当ですね、はい、ここにダンがいなかったらね、ちょっとね、そうですね、誕生日の時にね、はい、今日いないんですか。今日は、ね、大阪の方に、あ、大阪の方に行っております。じゃあ町田さん、どうですか今回復帰戦ですよ。あ、復帰戦、はい、いただきました、びっくりしました。僕やっと3年ぶりにまたアクションできました。本当に嬉しかったです。で、ありがとうございます。あともうそこで台本見た時に一応びっくりしたのが、はい、
フォートの戦いのところで、うん、トガキに互角の戦いって書いてある。僕、メンディーと互角になれるかなっていうのはかなり不安だったんですけど、はい、もう本当本番入ってみたらやっぱメンディーフィジカル強すぎて全然動かないし、どうしようかなと思ったんですけど、うまいこと撮っていただいて編集していただいてありがたかったです、はい、でもそんな三の連合会の味方でもあってコブラちゃんに1票入れてる村山は今回どういう形で見守ってたりして、そうですね、やっぱドラマ版でまずもうコブラちゃんとの対マンがあってから、はい、まあ、村山はすごく成長していってるキャラクターでもあるので、はい、まあ、今回も2でエンドオブサイでまた前は仲間のために戦ってたけど今度はソードのためにこう戦うっていう姿を見せられたらいいかなと思って、だるまに乗り込んだりとか、林健人君と初めてお芝居させてもらったのでハイアンドロー3年ですね経ってるんですけど、初めてヒューガちゃんと絡むっていうところで、だるまさんが転んだを何か言えないかなと思って言われましたもんね、はい、気づきました。ありがとうございます。山田君の場合はですね、ちゃんと編集点を作ってくれますからねだるまさんカットされないように、はい、絶対ここはいるだろうっていうシーンに入れるっていうそれをやらせていただきました。ありがとうございます。そして黒木さん、はいはい、今回エンドオブスカイ、はい、背負ってる役回りですが、はい、どうですか。そうですね、今回は、はい、まあ、いつもロッキーはクールな役だったんですけど、はい、今回はまあ、無様な、感じで、はい、赤ちゃんが、はい、まあ、無様な感じでちょっとね、そういうロッキーを見せていきたいなっていうのがあったりとか、まあ、まあ、この、うん、盾とかがですね、なんかこうただの暴力にならないように、なんか人権というか、まあ、人殴りを本当に思いを込めて、まあ、三の連合とか、まあ、スオード地区の思いをぶつけるような拳の戦いをさせていただきましたね、はい、今回新しいキャラのランマルっていう、はい、強いキャラが出てきたんですけども、どうですか、はい、撮影現場とかで中村さんとかの印象とか。中村さんが本当にもう高青年すぎて、ちょっと僕こんな人殴れねえよね、中村さんが静かすぎて二人でいる時とか結構何も喋ってくれなくてどうしようかな。黒木さんはやっぱね、初めてお会いして初めて会った時はやっぱロッキーの姿としてたので、やべえなみたいな怖いなと思いましたけどね、はい、でも、ね、楽しかったですよね。楽しかったです。僕、もう全く関係ないですけど、まあ、今回ご一緒になってなんか MV とか見させてもらって、はい、黒木さんからロッキーが踊ってるみたいなすごい不思議な感覚でした。僕もこんな好青年がああなるんだっていうのをちょっと、ね、はい、すごいなと思って。いい関係ですね、なんかねえ。でも中村さん、今回新キャラクターで、はい、ランマルっていうのはどういうイメージで役作りされたんですか。いやでもまあ結構、ね、周りを見渡しているような人間じゃないんで、なかなかこう自分の経験を生かしてなんて絶対無理な役だったんで、まあ変になんか考えすぎず頭でっかちになりすぎず、なんか現場の雰囲気とその場のこう対話してる感じとかの勢いでランマルをやったかなっていう感じですかね、はい。ありがとうございます。やっぱ新キャラクターといえば、ね、個性の強すぎるお二人が残っておりますけれども、直人さん、お待たせいたしました。ありがとうございます。今回、直人さん、どういう形で役作りなされたんですか。そうですね、まあ、台本をもらって、で一回ね、のりさんともなんか食事させてもらいながら、はい、このジェシーという役をこう膨らませて、作業をやらせてもらったんですけれども、はい、まあ、どういう感じがいいんだろうね、じゃあ漫画のああいう人かなとか、いろんなキャラクターのこう要素をこう引っ張ってきながら作っていったんですけれども、まあ、結構やっぱり僕もその中村さんと同じように周り見渡しているようなキャラクターじゃないので、まあ、なんか撮影でクランクインの人とかに、なんか自分がこういう風に役作りしてきましたっていうのをクランクインの時、刑事さんとこう初めて対峙するシーンだったんですけど、
それを刑事さんに見られるっていうのが一番恥ずかしい。なんか、ああそういう狂気的な雰囲気で来るんだとか、すごい、やっぱ仲いいだけに、こう普段から知ってるだけにそういうところ見られるっていうのが、まあガンちゃんもそうなんですけど、それが一番今回恥ずかしかったかなっていう。知りすぎてるってところもありますからね。そうなんですよね。でも今回あの神にっていう神を信仰するっていう役は直人さんのねアイディアですもんね。ああそうです。あそうですね。はい。なんかまあいろんなバックボーンだったりとか要素があるといいなっていうことで提案させてもらったんですけれども、ね、はい。メンディさんどうですか今回の役作りは。そうですね。はい。役作りに関しては、はい、ノリさんともいろいろお話しさせていただいて、はい、なんか子供が好きでみたいな、はい、子供を守るために、まあ、仕方なく戦ってるみたいな、はい、そういうキャラクターなんですけど、はい、なんで笑って町田さんがずっと笑ってます。まあ、セリフを思い出してしまいました。言っていただいていいですかセリフ。よろ抜きはダメか。これセリフがあるんですけど、はい、まあ、戦いの練習の時になんか、まあ、いろんな、まあファイトスタイルの人がキャラクターで見ると思うんですけど、はい、その立石の方に、はい、こういう人どうですかと言われて見せられたのがケビン・ナンデルマンっていう、はい、リアルドンキーコングって言われてるケア選手がいるんですけども、ステんリングの上でもうずっともうジャンプしてるみたいなみたいな、こういうキャラクターなんですけどやらなきゃダメかって言ってるのにいきなりこんな感じになったらめっちゃ怖いなと思って、はい、それはやめたんですけど、はい、やる気満々だもんめっちゃやる気満々じゃないみたいなで、まあ、いざ、まあ、ケータと、まあ、アクションやらさせてもらったんですけど、はい、僕も映画も初めてで、はい、そのアクションもやったことなかったんですけど、はい、まあ、ケータがアクションの経験もありますし、はい、もっとこうギリギリ来ていいよとかすごいなんかリードしてくれたんですね、うんうん、で、まあ、大学からの付き合いではあるんですけど、はい、なんかすごい、あ、キュンとしちゃって、なんかその経験すごいリードしてくれる人なんだなって思って。リードしたんですか。全然そんな気はなかったんですけど、はい、なんか、まあ、でも逆にメンディーもすっごい、あ、この優しい一面あるんだみたいなすごいありましたね。なんかお互いで目見つめ合ってると、なんかやっぱドキッとするよね、しましたね。付き合い手のカップルのデートでも今アクションのお話が出ましたけれども、岩田さんと直人さんも一対一の、ね、アクションがありましたけれども、なんかエピソードがあります？そうですね。でもまあ普段一緒に同じグループのメンバーで踊ってる直人さんが目の前でなんて顔してるんですかって僕はすごい思いながら照れくさかったですね。はい、やっぱもう目の前にはもう直人さんじゃなくてもうジェシーになってるんですよね、はい。恥ずかしいわ恥ずかしめだわいやでも本当照れくさくなかったですか。いや照れくさかった。でも俺はまあ、ずっとこのハヤドローシリーズを見てて、はい、まあ、コブラのキャラクター僕は知ってるじゃないですか、うん、だからなんかコブラのコブラ節みたいなのをこう生で聞けて、うわぁコブラだと思いました声低っと声ひっくって、で、ガンちゃんのなんかセリフきっかけで、はい、自分がセリフとか言わないとき、言わなきゃいけないときとかあるんですけど、はい、もうね、声が低すぎて、はい、もうこれぐらいの距離でも聞こえてこないんですよ。僕なんだよそれはやりすぎじゃないですか。マジっす、マジっす。まあ、しかも周りも乱闘してるから音聞こえないから、みんなが乱闘してわーわーって言ってる中でのガンちゃんのセリフやりたい。確かにマジ隙間風よりもちっちゃい確かに。でも僕もそうですよ。でも直人さんのセリフも聞こえない。あ、そうか、もう独身術でしたね、はい、あ、今言い終わったなと思ったらよしセリフと、なるほどね、切り取られてましたね。1対1といえばロッキーとランマルもありましたけど、何かありました？その時どうですかね。でも何回もありましたよね。そうっすね。3やってもう1回に魂込めてやったから、でもやっぱ何回も何回もやったから、あーってなりましたね。あーってなってます。あーってなってましたけど、思い出、そうっすね。どうですかね。なければなくてもいいですよ。なんか対峙してるんですけど、はい、意外とセリフのシーンがないっていうか、はいはい、いきなり話したら乱闘なシーンなんですよ、ロッキーとは。だからなんか、ね、いきなりもう会ったら
担当のシーンというかアクションシーンみたいな感じでしたもんね。そうですね、はい、確かに。なるほど、ありがとうございます。じゃあ最後に山田さん、あのドロップキックは何なんですか？いや、あれはあの人間を踏み、あの上がってドロップキックする技です。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい楽しい話、まだまだ聞きたいところなんですけど、今の流れですごいよくテンション上げられました。すごい、さすがプロ。さすがですよ。舞台挨拶終了の時間が迫ってまいりました。そういうことだったんですね。そういうことだったんです。ということで、あのぜひ最後に岩田さんと黒木さんから来場のお客様、そして今全国でライブビューイング中継をご覧になっている皆様にご挨拶一言いただきたいと思います。まずは岩田さん、お願いいたします。はい、ご来場の皆様、そしてライブビューイングをご覧の皆様、本当に今日は、短い時間ですけれども、ご来場いただきありがとうございました。本日、ついに封切りということで今日が初日です。今年の夏は本当に心からハイアンドロー旋風を日本中に、巻き起こしたいなと思ってますし、それを成し遂げるには本当に皆さんの、もう本当に今日見た感想を家に帰って友達でも家族でも一人でも多くの方に、こうして映画を見ていただくきっかけを作っていただくのは、皆さんの力だと思ってますので、まあ、本当に今年の夏がハイアンドロー一色になるように、自分たちもどんどん盛り上げていきたいなと思いますので、ぜひとも、今日からよろしくお願いします。続いて黒木さん、お願いします。はい、本当初日、皆さん来ていただいてありがとうございました。また新しいキャストも増えてですね、パワーアップもして、まあ、この作品は一人一人が主役ということで、まあ、主要キャストが、まあ、60人に増えて、まあ、出てる数も総勢5000人ぐらいは超えてるんですかね。まあ、そういう中で、まあ、一人一人が主役ということで、一人一人にスポットを当てて見ていただくと、まあ、60回ぐらい一人が見れるかなということで、最低60回は見ていただきたいと思うんで、ぜひ、大ヒット目指していきたいと思うんで、皆さん、まだまだ夏休み、楽しんでいただきたいと思うんで、ぜひハイアンドロー見てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。栄養の深い